わけで今日は山崎パンさん全面協力企画でございます。ここにですね、菓子パン15種類が用意していただきました。思い出みたいありますか、なんか。こちらのデニッシュショコラホワイトデニッシュショコラこちらは週3の朝食べてます。週3で朝出てきます。僕このコッペパンがめちゃくちゃ好きなんですよ。同じです。でこれいっぱい種類があって、ある蜂蜜とかドラマの撮影日の前日に買って朝毎回食べてます。おー、ルーティーンですね、これを食べる。イガン電信で当てろ、表情だけでパーンって対決。11人ずつの2チームに分かれて対決します。まずは先行チームの10人がお題として用意された菓子パンを確認していただきます。それぞれが顔の表情だけで何の菓子パンだったかを表現していただきます。先行チームの回答者1名が残りの10名の表情を見て何の菓子パンだったかを予想していただきます。で正解できればですね、お題の菓子パンを出していただきます。場合はやってない高校チームがその菓子パンを食べると。おー、チーム、まあ、よろしくお願いします。さらば、これは知らない、いや楽しみよ、みんなどんな顔真似。僕からいきます。おー、はい、
じゃあ、行きます。頼む。あー、すごい。みんな結構一緒だね。かやだから、俺たちが違うんですよ。顎伸ばしてるから多分長めのもの。おお、いや、実際正解のパンはコッペパン。いやまるごとソーセージで。
さあ、お願いします。それでは、こちらです。ババーン。いやー、マジこれ、これです。これ体験学校でしょ。あ、そういうことか。この衣みたいなのが似てるから。舌出してるのはどういうあれだったの？丸ごとソーセージ。あ、ソーセージじゃない。パンからソーセージ。あ、すごいね。あと、ワンあれ、どういう。そうそうそう。ランチパックの人が、このカレーパン食べるじゃん。辛いやん。こうなって、辛いって続いてる。続いてる。人参がね、でかいんですよ。ね、ちゃんと人参。人参もいいね。すげえ。え、具材も入ってるし。具材入ってる。具材入ってる。一瞬で、華麗な部分全部伝わる。タイル美味しいし、いけます。美味しい。ああ、よかった。可愛いし。可愛かったよ。タイルが欲しいな。俺たち今。はい、じゃあお願いします。流してきます。ああ、よかったよかった。はい、よかった。すごい。ウェイ。
食べたいの。よし、男の子がピーナッツ、いやいいカレーのやつやって、やめてやめて、でこれでコラボになったから。
いただきます。じゃあうまい、すげえ。ちなみに2個のランキングいただきましたので、先ほど出てきてあのランキング発表しなかったランチパックのピーナッツが3位。あ、3位ね。3位で、マルゴスソーセージが1位で、薄皮のツブアンパン、ツブアンパン、あれが2位。どうなんだ、ツブアンパン。ナイススティックは7位ですね。おお、蒸しは蒸しケーキが5位なの。でも一つ言えるのは全部美味しい。間違いない。順位は美味しい、順位は全て美味しい。ありがとうございます、高橋さん。はい、ありがとうございます。いや、ミルクティーさせてなくてよって思って。ミルクティー、ミルクティー、そう、朝これとミルクティーいつも飲んでる、食べて、おしゃれだなぁ。できるんですよ。あ、ユーラさん美味しかったです。ユーラー、ユーラー、僕はあれですね、軍チームの勝ち越し、強敵勝ち越し。まあ、僕らの一本いただきましたけど、どうでした？いやー、美味しかった。美味しかった。俺とかめっちゃ頑張ったのに。カレーを食べて辛くて正解。ゴールドで。あの、子供がだんだん成長していった。映画1本できますね。映画1本できる。